皆さんこんにちは、助産師のシオリーヌです。性の話をもっと気軽にオープンにっていうテーマでいつも動画をお届けしているんですが、今回は生理中って婦人科に行ってもいいの？ということについてお話をしていこうと思います。はい、このテーマ結構ご質問が多くあるんですけれども、それこそ生理痛がちょっとひどくって婦人科に行ってみたいんだけど、生理が来てる真っ只中に行くのってどうなんだろうとか、婦人科に検診を受けに行ってみたいんだけど自分が生理不順でいつ生理になるかわからないからなかなか予約が取れないんですとか、そういったお話を聞く機会ってたくさんあるんですね。そういった婦人科に足を運ぶタイミングっていうのの判断がなかなか難しいところがあるんだなということを私も知ったので、今回はそんなテーマでお話をしていってみようと思います。はい、では早速この生理中に婦人科を受診するのはいいの？悪いの？っていうことに関しては基本的には生理中に受診しても OK です。特に見てらっしゃる方の中にはこう生理がダラダラと続いていつ終わるかわからないとかですね、不正出血のような形で生理からの出血がかなり長いこと続いていたりして、その出血が終わったら受診しようと思ってるんだけれどもいつまで経っても終わらないからいけないなんていうようなお言葉を聞いたこともあるんですが、そういう風に不正出血がずっと続いたりしているような症状がある時には様子を見ずになるべく早く受診に行っていただいた方がいいかと思います。そもそも婦人科に受診したからといって必ずしも内診があるとも限りません。内診って何かって言ったら、以前子宮頸がん検診っていうのはどんなことやるんだろうっていう動画を作った時にも実際にその内診台っていう足が開く椅子みたいな台に乗ってみた映像なんかも上げてるので、そういったものを見ていただけるといいかなと思うんですけれども、その内診台っていう分娩台のような足が開く台に乗ってその膣から何かこう織物の検査をしたりだとか超音波の検査をする時なんかに使う台があるんですけど、まあ、その台の上に乗って膣とか肛門とかそういった部分にこう器具を入れたりしてね行うような診察のことを内診というふうに言うんですが、婦人科に行くと絶対にあの台に乗って診察をする内診っていうのがあるんだって思ってらっしゃる方が時々いらっしゃるんですけれども、あの内診って必ずあるわけではなくって、その症状によって必要な時に行う診察だったりもするので、まあ、そもそも内診が必要ないような診察の時には性器から出血があるかどうかっていうのは関係ないという場面もありますし、もちろん内診があったとしても性器からの出血があっても特に問題なく行える診察っていうのもあるんですよね。こう性器からの出血があることでできなくなってしまうのってそれこそ性感染症の検査とか子宮頸がんの検査だったりとか、そういったこう膣に綿棒を入れたりとかして織物を取ってきたり、その膣の奥にある細胞を取ってきたりするような、そういったこう体から分泌されるものを取ってきて調べるというような検査をしたい時は膣からのねこう出血があると、その検査をしたかった細胞とか織物とかに血液が混ざってしまうことがあるので、そういった検査をしたい時はなるべく出血がない時を選んでいっていただいた方がいいんですけれども、そういった場合を除いては血液がもし出てしまったら絶対にできないってなるような診察っていうのはあんまりないんじゃないかなというふうに思います。むしろその診察をきっかけに低用量ピルを飲み始めたいとか、そういった相談をしたい時なんかはこう低用量ピルを飲み始めるタイミングって生理が始まった1日目から飲み始めましょうっていう指示がされる病院も多かったりするので、そういった相談をしたい時なんかはむしろ生理の初日とかに行くと、あ、じゃあもう今日から飲みましょうっていうふうに処方をねしてもらえたりすることなんかもありますので、まあ、その病院にどういった要件で行きたいかっていうことによってで出血があっても大丈夫かそうでないかっていうところが分かれてくるところなんですね。まあ、でも結論としてはそういったこう性感染症の検査とか子宮がん検診とかそういったこう細胞とか分泌物を調べたりするような検査をする場合を除いては大抵の場合は出血があっても受診して OK というふうに思っておいていただいていいんじゃないかと思います。まあ、もちろん出血がある時に内診とかをされるのは自分のこう心的にちょっとハードルがあるなとか恥ずかしいな
かしいな、嫌だなっていう気持ちがある方は無理する必要はないと思うんですけれども、まあでも出血が収まってから行った方がいいのかなというふうに思って不正出血があるのをずっと放置してしまったりすると、もしね何か病気が隠れていたりした時に悪化してしまったりすると良くないので、出血があっても診察ができる時はあるんですよっていうことをぜひ皆さんには知っておいていただけるといいなと思っております。でもし自分がその診察にかかりたい症状がですね、この場合だったら生理で出血があっても行っていいのかな、どうかなっていうふうに自分では判断がつかないぞというような時には、そのかかりたい病院に電話をして問い合わせたりするのももちろん OK です。こういう症状があってとか、こういう検査を受けたくて病院に行こうと思ってるんだけれども、その場合は生理の出血があったら行かない方がいいですかとか、出血収まるの待った方がいいですかとか、そういうことを相談すると、その時期に受診をしていいかどうかっていうことは病院の方で指示をくれると思いますので、自分で判断がつかない時は遠慮なく相談をしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。あと婦人科に受診する時にはこう基礎体温とかしっかりつけてから行かないとダメですかとか、生理周期ちゃんと記録できてないんですけどそれを書いてから行かないとダメですかっていうようなことを聞かれたりすることがあるんですが、もちろん基礎体温とか生理周期とか継続的に記録されたものを持って一緒に行けたらそれないよりはいいんですけど、まあでも今実際に何か体に症状が出てて不安なことがあるのにそれが準備できるまで受診するのを我慢するっていう必要はないと思います。何か心配なことがある時にはその時に気軽に婦人科に相談に行っていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。でよく婦人科で内診をすることがあるので、婦人科に行く時はスカートで行きましょうっていうような発信を見かけることもよくあるんですけど、もちろん内診をするときはこうショーツを脱いで下着を脱いで診察を受けるので、スカートの方がお洋服をまくるだけで済むから楽ちんっていうのはもちろんあるんですけれども、まあ、そのために普段からスカート履かない人がその日だけスカート頑張って履かなきゃいけないかっていうとそんなわけでもなくって、私なんかは普段スカートほとんど履かなくってほとんどパンツスタイルで生活しているんですけど、普通にズボン履いていっても内診受けられますので、ちょっとこう自分がショーツだけじゃなくてズボンも脱ぐ手間が増えるっていうぐらいなだけなので、そこも絶対にスカートで行かなきゃいけないわけではないということもね、皆さん覚えておいていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は生理中に婦人科に行くのって OK なの?ということについてお話をしてみました。多分婦人科ってまだまだ多くの人にとってハードルが高い場所で、何か症状があっても、あ、どうしよう婦人科行こうかな、どうしようかなっていう風にね悩まれてる方たくさんいるんじゃないかなと思うんですけれども、一回行ってみると案外こうそんなにハードルの高い場所じゃなかったりすることもありますし、そういってこう受診をためらっている間に何かこうね隠れていた病気がどんどん進行してるなんていうことがあって、後々後悔することにつながってほしくないなという思いもとてもあったりするので、ぜひこう少しでも何か不調だなと思うことがあれば気軽に婦人科に相談に行ってみてほしいなというふうに思っております。それではこの動画役に立ったぞという方はぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。My choice.